かさ、みんなでさ、うん、まださアウトドア系してなくない？なんかしてないね。山、うん、山このシーズンの山はやばいよ。でしょ、あの山、富士山入れねえんだよだって。そうあのね、山の恐ろしさね、やばいよ。みんな今の山は経験した方がいいよ。山登りたいの？うん、マジで言ってんの？うん、じゃあ最近ね、動物のテレビばっか見てっから、もう寝るその瞬間まで。知ってるっしょ、モモが今いろんな動物に、ね、そう感情移入してる。だったら本当にさ、本当に大山とか丹沢は全然いるじゃん。そうなの？動物イノシシ、シカぐらいは全然で見えるよ。見れる。ただイノシシは本当に危ないよ勝てるイノシシ？いや無理でしょなんで？いや早いでしょ。てっちゃん、俺ね今日ね友達喋って分かったんだけど、イノシシ突進したらどうすればいいか知ってる？いやまあもうひらりとかわすぐらいでしょ。思うじゃん、眉間チョップですよ。止まる。待って、ただ突進してるから眉間チョップするときもうゴーいくけど、このチョップは本当に至難の技、もう針の糸を通すかのような。もう牙がだってこの時にもうここを捉えていてもここを牙が貫いこうものならね、プシャーッじゃあなんかもうめちゃくちゃかっこいい。動物の動画とか見てるとよくからこいつは強いって言ってくんのじゃあ俺分析してるからちゃんと。あ、アニマルプラネットただ見てるだけじゃないかね。だってるよ。ゴリラは？ゴリラ、ゴリラね、握力半端じゃないからね。知ってる。チンパンジーも同じくらい。ゴリラの握力知ってる？知らない。握手したら骨砕けんでしょ。500キロ。すげー。ただゴリラも勝てるけどね。はあ、勝てないよ。いや、こう来るでしょ。ゴリラはね、こういうパンチできないから。え、そうなの？本当に。ゴリラ、こうやってしてパンチできないから。かわいい。マジで。ゴリラ、かわいい。だから、こう、要するに、こう、こういうのがあるんだよ。だから、上から来るパンチかわして、ローですよ。いやなるほど。いやゴリラ最強説が。ゴリラは、死んで打ち砕かれた。ローですよ。